続いて、浦和レッズサポーターの伝説エピソード、パート2を紹介します。パート1を見たい方は、概要欄のリンクから、ぜひご覧ください。その7、伝説の紳士、赤バスおじさん。知る者は少ないが、まだホームスタジアムが、駒場であった頃、赤バスなる名物がありました。旧浦和市内に住む、お金持ちのおじさんが、三菱からバスを購入し、自分で運転して、浦和駅から駒場スタジアムまでを無料送迎していたそうです。レッズのためにバスも真っ赤にしていたそうです。このおじさん、なぜそんなことをやっていたのか。おじさんは浦和レッズの熱狂的サポーターというわけでなく、あくまでも地域との触れ合いが目的でやっていたそうです。むしろサッカー自体にはあまり興味はありませんでした。サポーターを送迎した後、スタジアムには入らずに車の中で試合が終わるのを待っていたとのこと。なんていいおじさんなんでしょう。その8、上海のサポーターを合体させる。それは2007年 ACL で中国の上海新華とアウェーでの対戦の時のことです。この上海新華というチームは、大会直前に上海連城と新華というチームが合併して誕生したばかりでした。そういうわけで、どうやら新チームと旧チームを応援するサポーターで分かれていたようでした。そしてこの日、スタジアムに現れたレッズサポの数はなんと2000人、3000人いや4500人という説もあります。レッズサポが試合前に一発コールをかますと、これを見た上海サポが何かを感じ取ったらしく、これは負ける、と分裂していたサポーター軍団が、なんと急遽合体したのです。その9、シーズンチケットで毎試合名古屋から通うサポーター。シーズンチケットといえば、年間を通してのホームゲームの観戦パスのことですが、以前なんと名古屋にシーズンチケットを持つ強者一家がいたそうです。母と子は毎週新幹線で往復、父は旅費節約のために長距離バスを利用。一回曰く、名古屋にいようがどこにいようが、レッズの試合なら遠くから駆けつけるのが当たり前だそうです。名古屋から浦和美園までの電車賃はおよそ11,000円。月2回埼玉行くとすれば、少なくとも遠征費だけで月10万円はかかっていることになります。その10、浦和でオフは過ごせない。元ガンバ大阪の監督の西野監督は浦和出身、ちなみに原山中出身です。ある時、オフの日を浦和で過ごすのはきつい、街中赤すぎると発言。ガンバの存在感が薄い大阪とは違い、浦和はレッズ一色、市民の熱狂ぶりは日本一なのです。その11、伝説の駒場の紙吹雪。それは2004年11月20日、セカンドステージ第13節、駒場スタジアムで行われた浦和レッズ対名古屋グランパスの時です。この試合は1対2で試合に敗れたものの、レッズはセカンドステージ優勝を決めました。実に12年目の悲願達成でした。実は歓喜の瞬間のため、紙吹雪大作戦を決行しようとサポーターたちが事前に準備を行っていました。これが伝説の290年分の新聞紙、14トンの紙吹雪が浦和の空に舞った光景です。裏話で、実はこの紙吹雪の一つ一つの大きさは、はがきサイズだったそうです。理由は、細かすぎるより、札束サイズの型が重みで足元に落ち、後片付けが楽だったからといいます。その12、レジェンドの引退試合に5万人が集結。浦和以外のユニフォームを着ることが考えられなかった、とはミスターレッズこと、福田正博が残した名言ですが、2003年に行われた彼の引退試合には、異例の5万人ものサポーターが駆けつけました。現役チーム対歴代オールスターチームの対戦に、福田は両チームでプレー、最後のゲットボールは、ヘディングシュートでした。最後に、福田が脱いだ、白いスパイクが、ワイヤーに吊るされ、空高く飛んでいった光景は忘れられません。その13、相手のホームスタジアムをジャックする。2009年アウェイでの京都サンガとの試合、こちらをご覧ください。西京極スタジアムが、もはや浦和のホームとなっております。ちなみに結果は、遠方まで駆けつけた回も虚しく、1対0で敗れたそうです。そして京都は、記念すべく100勝目でした。